錆を即座にやめろ。私に切り刻まれたいならば続行を許可する。は、はい、やめます。今すぐやめます。おい、お前のせいで怒られちまったじゃねえか。秀吉様、私はあなた様の御前でこの断罪の刃にて家康めを処断したかった。行部さん、やっぱへこんでるみたいっすね。三成様、太閤御自らが徳川を討たんとする場におれぬのだ。さぞ口をしかろう。石田軍は東からの徳川援軍を断つのが役目。確かに戦の要だし、完璧にこなせるのは半兵衛様を除けば三成様くらいだけど、ちょっと水臭いんじゃねえの、秀吉様よ。私はなぜあなた様の左にいられないのですか。左近、入ります。国する意志なくば即刻兵を払い城を明け渡せ。うわ、こりゃ相当機嫌悪いな。下手に逆らわないでよ、直虎ちゃん。左近という男、軽薄な言動に反して根は一途な奴よ。脅迫か。歯を唱えている割には小さい男だな、豊臣は。直虎ちゃん、それ最悪。なんだと。貴様、秀吉様を揶揄するか。秀吉様を愚弄するか。男なら悲しむ前にやるべきことをやれ。お見事、前を司っておられ。やっ、左近、あやつを即座に殲滅しろ。かすかな塵の存在も許可しない。は、はい。な、無茶な。信濃なでしこの花言葉は可憐。乙女は強く美しく。なんて凛とした女たちだ。見とれちまう。左近隊、抜刀。いつでも行ける。あの方と比べたら確かに俺たちは情けないよな。俺が秀吉様に茶を出すとしたら、あのガタイだし水がめいっぱい入れるとか。
子の花言葉は定説。守ってみせます。女が偉い、女が強い、それは乙女がゆえ。鳥の軽さよ、少しは緊張せ。男衆には期待するだけ無駄だ。私たちで守るぞ。それ以上は井伊家の沽券に関わる。道を開けろ。ナオトラが出るぞ。ナオトラ様、まだ戦えます。あなた様はそこで、あの方が戻ってきた時のために。お前たち虫取りなでしこの花言葉は罠。逃がしません。女の輝きは男以上の努力と根性の賜物だ。百発勝負、石田軍いい調子。バリバリ働きましょう。お前の分を祈ってやる。はっ、はっ、はい。あなたなどには負けなくてよ。あいつらは乙女の敵だ。締め出してやろう。お任せを。見てろ、ナオトラ様に言いつけてやる。あの頃からよくぞ立ち直られたものです。天下取ったら俺たちの暮らしも良くなるんだよな。あんたの月ありがたく頂戴したよ。大丈夫か貴様。乙女の八幡に何という無体を。たったなでしこの花言葉は強烈な愛。奪わせないわ。なでしこ隊がやられたなら俺たちで叶うわけがねえ。はいはい、邪魔よ邪魔、邪魔ですよっと。同じ陣営でよかったと心から思いまする。いつも俺たちを鍛えてくれる。感謝しなきゃならねえよ。なんだ、ナオトラ様のしごきに比べたら。今いいがあるのはナオトラ様と女衆のおかげです。前から気になってたんすけど、豊臣軍ってなんか暗い人多くないっすか。国になど逐一戻るな。ボスまでもなく明らかな推理。え、あ、そうですか。あ、いや、一応必要かなって。左近さん、左近さん、後でまたやりますかい。
の命っしょ。よっ、アーガレット。よい神なの者、生きて帰りたければ前に進め。よその男どもとの違いを見せつけろ。へい。私が女だから認めてたまるか。うっしゃ、三成様にいいとこ見せたぜ。あれ見て、連心行さん、俺ナオトラちゃんとこ行ってパッと片付けてくるんで、あと頼んだっていいっすか。やれ、それに越したことはなかろ。なでしこ隊ある限りイーは決して朽ち果てはしない。ここであったが百発勝負。やべ、マジで広まっちゃったよ。ミスラリ様の笑うとこ見たら死ぬって噂。完璧なもの命っしょ。男衆、イーの国を守れ。女たちを守り抜け。見ていてくださいまし、ナオトラ様。マイル。
なことで国を守れるか。ごめんなさい。男が増えたところで役に立つのか。よりによって俺が相手とはね。ほんとついてなかったよあんた。貴様、乙女の玉肌を傷者に。相応の覚悟はできているな。この間稽古でしごかれたんだ。素顔に比べりゃなんてことないぜ。国の父ちゃん母ちゃん元気にしてるかな。陣を一つかけたってか。あの博打好きも半端ないね。これ以上私の乙女たちを傷つけるならこの国があるぞ名を取らぬ相手だ。あんなやりすぎると徳川と関係ない勢力にまで警戒されちまう。無用な敵は作らぬか。主らしいちゃらけた判断よ。まとめて化けて出てくるとか。待って勘弁な。そのままなでしこたちを手ごめにする気だな。そこで待ってろ、すぐにぶった切ってやる。こけおどしか。ふっ、蹴散らしてやる。実際俺らそこそこ鍛えられちゃってるから強いぜ。左近よ、物のついでに我の分まで叩き伏せ。待ってなさい。島の左近入ります。負けても恨みっこなしって言ったよな。あれ言ってなかったっけ。わざわざ直虎様にやられに来たのね。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。土地屋さんの調子どう？ついてる？これは、こたびの戦も荒れますな。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。ほう、一気がけとはいい度胸だ。見かけによらずな。
一応聞くけど、どんな見かけに。あ、やっぱいいわ、想像つくわ。なあ、あんたも大将なら聞き分けてくんね。てか、もう勝ち目ねっしょ。豊臣のような不尊な男に従うくらいなら、一族郎党、ここで死を選ぶ。そんつうなら、秀吉様を裏切った家康はどうなんだ。立派なイカ様野郎だろうが。ここで豊臣よりはマシだ。なんつう石頭だ。話になんねえ。守ってるはずのあんたが、なんだってここにいるんだ。本田、私を助けに来たというのか。助けに来たってことは、まさかマジかよ。嘘だろ。ザコ、どうした。何が起きている。私の思いとこの剣、一振りだろうと軽くはないぞ。ザコ、今日なぜ報告しない。報告しろ、報告しろ。三成様、みんな引け、走れ、徳川のもとへ。ギョウさん、やめろ、まずいよこれ。主にもわかるか、虚勢落ちたり、太后はすでに生きてはなかろう。